小平市は今日から IC 乗車券、パスモやスイカで住民票などの手数料を支払うことができるサービスの実証実験を始めました。このようなサービスは首都圏では初めてです。電子マネー、パスモなどで住民票や戸籍の写しの発行手数料を決済できるようになったのは小平市役所の市民課窓口です。セレモニーでは小林正則市長が早速電子マネーで住民票を取り便利さをアピールしました。役所の仕事っていうのはこう人の手を介してやるところのなんか信頼感みたいなのがありますけど、ああいう今度パスモになるとね、逆に少しねあまりにもこう簡単でやれるもんだからなんかその信頼感みたいなのややねそんなことは慣れでしょうけどね、はい、とても便利ですね。電子マネーを使うと現金のやり取りがなくなることから、市では窓口の待ち時間が短くなると期待しています。実証実験は3月24日まで行われ、問題がなければ4月から本格導入となる予定です。